コース内から1番2番3番4番5番6番枠なり3対3第9レーススタートしました。さあ1周1枠へ向かっての攻防です。第1段幕手前では並んでいきました。各選手内から1号艇の桐生が逃げるか、3号艇つけ前に行った福来、中をついて5号艇の若林翔でバックストレッチへ出ていますが、アクシデントが発生しました。一艇アクシデントが発生しています。バックストレッチの中間点を走っている5人の選手、なお4号艇の前澤にアクシデントが発生、4号艇の前澤にアクシデントが発生。スタートは正常でした。また4号艇の前澤失格となっています。ホームスレッチ直線コース1号艇桐生はトップに立っていまして、これから2周目3号艇福来、優勝戦に向けてはもう微調整、気象状況としっかり合わせるぐらいの感じなんですか、どうなんでしょう。なんとなく方向性が分かったので、一回ちょっと朝大幅に叩いてみて、それで反応を見てまた優勝戦に向けて、調整していきたいと思います。はい、はい、精一杯走りますのでご声援の方よろしくお願いします。角市鈴木5コース黒い、そして赤羽と中枠外枠と埼玉支部のメンバーとなっています。枠なり3対3準優勝戦10レースタートが切られました。さあ 1,2 コース先行した長田、さあまず1周1マーク逃げを狙う2コースの2号艇椎名、並んだ体勢からの差し技、中をつくか3号艇中澤は外へ出た、中は5号艇の黒いで差し上がってきた、この内をついて4号艇の鈴木外へ持ち出して、さらには内6号艇赤羽と続いてバックスレッチ中間手を、近況のリズムはご自身の中でどうですか。そうですね、ちょっと落ち着いて走れるようになってきたかなと思います。そうですか、じゃあこの関東ダービーの舞台、いいきっかけにしたいですよね。はい、地区戦で優勝したの初めてなんで、はい、そうですか、いいリズムできてるんで最終の精一杯頑張ります。お願いします。内から1番2番3番4番6番5番準優勝戦11レーススタートが切られました。外から仕掛けるか5号艇アウトコース、6コーススタートの今泉、1周1マーク内は1号艇中野二郎が先に回る、今泉はつけ前だ、中をつく3号艇浜崎のまくり差しでバックストレッチ、おっとちょっと後方で2号艇斉藤仁がもたついている、先頭トップに立ったのは1号艇中野二郎です。リードは4艇身くらい。中野選手自身の中では近況のリズムを含めてどんなスタートを切れてる一月半ですか。ちょっと始まり良くなかったんですけど、ここで挽回したいなと思ってます。優勝できるよう頑張ります。